参考とした路線は近鉄奈良線新大宮西大寺区間の間にある平城京旧跡の前を通る近鉄電車です。工夫したポイントは土台部分の、質感を出すために、同じ屋根と同じ色なんですけど、そこにパウダーを混ぜて質感を出したところと、実際に見てきて土台部分の、下の部分に、舞い上がった砂が付着しているっていうところを表現したところです。でもう一つは、この朱雀門の、柱の部分の、設計です。